うどあんたを探してたとこ。団蔵について詳しく教えてほしいの。僕は団蔵様のことを一切話せないようになってるんだ。それって呪因？そう、呪因さ。団蔵様にかけられた術。用心深い人ね。そうやってまで木の葉の里を下から守ってきたんだ。また追い人を放ってサスケくんを追い詰めるつもりじゃない。サスケってのについていろいろ教えてもらおうか。影分身の術。ふん。さくらちゃん大丈夫か。さくらちゃん、なんだってばよおめえら。お前たち、さっきサスケの話をしてただろ。こいつの話を聞かせろ。お前らこの葉の内派サスケが俺たちの里を襲った。師匠は生死不明だバカ野郎。そんな嘘。てめえらのとこの抜け人宇宙、うちらの師匠を連れ去りやがって。サスケは暁の一員だろうが。宇治派の始末の許可もすでに火影からもらった。宇治派はうちらが倒す。サスケ。サスケについて知ってることは全て話してもらう。忍術のスタイルや能力についてはもちろん。サスケくんが暁に入ったなんて。それって確かなのか。ああ、宇治派の家紋を確認した。てめえが泣いてもキラー B 様もユギト様も帰ってこねえ。おそらくこのサスケ抹殺の承諾がなされた時点で木の葉にあるサスケの情報は君らの側に渡されるはずだ。うちらの隊長が今それを受け取るのを待ってる。でうちらはうちらで少しでも情報を持ってる奴に聞き込みをしようとしていただけだ。エロ仙人の仇は俺が討つ。その師匠ってのは人中力か。暁は人中力を狙っている。暁は人中力を必ず生け捕りにする。お前らの師匠まだ生きてるかもしれねえってばよ。本当に本当か。本当に本当だろうな。だから言っただろ。金髪物分かりいいじゃねえの。うちらについてこい。サスケのことについて話してもらう。お前名前は？渦巻ナルト。この辺りでいいだろう。だってと早速サスケのことについて聞く。知ってることは話せ。やっぱり話すね。だけじゃねえぞてめえ。けどサスケは同じこの葉隠れの忍びだ。仲間だ。だが復讐を正義というならば、その正義はさらなる復讐を生み、憎しみの連鎖が始まる。忍びとはその憎しみとの戦いなんだ。どの忍びもその憎しみと戦って。お前らの復讐したいって気持ちはわかるってばよ。けど憎しみに任せてサスケを殺しちまったら、今度は俺の仲間が黙ってねえかもしんねえ。最初に手を出したのはてめえらのサスケだよ。その繰り返しが始まっちまう。守りてえはずの仲間がお互いにどんどん殺し合っちまう。なら俺らの憎しみはどこに持っていきゃいい。きっとそのままで俺をぶん殴ってくれ。俺にはそれくらいじゃ。そんなんでうちらの気が済むかどうか、だったら試してやるよこら。それにしても木の葉をここまでにするなんて、そんな強敵をどうやって。あいつは英雄ってやつだよ。おかげになるべきやつだ。暁のやつを相手にたった一人で渡り合ったんだからな。サスケのこと言うまで永遠に続ける。
お前は突っ込んでろ。昔、俺はサスケのことが大嫌いだった。でも、一緒にいて、本当はすごく楽しかったんだってばよ。サスケは、君を傷つけるばかりじゃないか。こいつら殴り倒したところで、何も進展しやしない。お前だって分かってんだろ。なるぞ。ここまでやって仲間を売らねえ。いくらやろうが、こいつはサスケを売らねえよ。寒い隊長。何か問題でも起こしたんじゃないでしょうね。私たちは情報を持って、雷影様に直接会う。俺も、連れてってくれってばよ。この子がナルト。木の葉の里の皆が噂していた渦巻ナルトか。さあ、軽い思い、行くよ。サスケと暁の情報の閲覧。